皆さん腰痛めてないでしょうか。今日のピントレでは腰痛にならないためのストレッチ教えていただきます。今回は寝たままできる腰痛対策ストレッチです。一日の疲れが取れますよ。一緒にやりましょう。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブに来ています。ピントレご指導は2017年日本一の美ボディに輝き、現在はライフスタイルクラブ代表を務めるゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今月最後ですけれども、はい、腰痛対策やってきましたね。はい、腰痛対策やってきましたし、もう最後だからやっぱ気持ちいいのがいいですよね。うんうん、もう疲れてらっしゃいますよね。一日の終わり、月末、もう疲れを本当に取る気持ちいいストレッチになります。どこに効きますか？はい、もう全身に効くんですけれども、やっぱり腰痛になるってことはその前後の動きが悪いっていうことなんですよね。腰痛前後？そう、この腰骨をめちゃくちゃ使っちゃうっていうから腰痛になるんですよね。はあはあ、でもこの腰骨の周りは何があるかって、骨盤もあるし、この胸椎、肋骨、はあはい、胸の骨があるわけです。はいはい、ここが緩むと本当に気持ちよくて快適で、疲労も取れますし、腰の位置も良くなるので腰痛になりにくくなるんですね。そうなんですね。はい、うまく使っていこうってことですね。そうなんです。では寝たまま気持ちよくやっていきたいと思います。はい、はい、骨盤ストレッチからいきたいと思います。お、骨盤。はい、手を上げて万歳で仰向けに寝ましょう。はい、万歳。はい、そうです。そしてそこからとっても簡単です。骨盤を左右に振るだけです。振り振り。そうです、そうです。右左。そうです、そうです、そうです。ペースは様々、もう皆さんがやりたいようにで構いませんが、ポイントは頭が揺れないようにすることですね。はい、頭揺れたらね、ちょっと疲れちゃいますしね。確かに。はい、こうすると自然と筋張も緩みますし、はい、腰がいい位置に行きますね。ふりふり、簡単ですしね。とっても簡単です。はい、ここからさらに気持ちよくなっていきたいと思いますが、一度動きを止めて、このまま体側ストレッチというものに行きたいと思います。はい、仰向けのまま右手は上げて左手は下げましょう。はい、右手上げている状態です。次にここ手根というんですけれども、手根が頭の上を指すように、つまり小指が床の方になるようにして手を置きましょう。そうです、合っています。はい、ここから右かかとを踏む。右かかとを。そうです、右かかとを踏む。あ、踏む。そうです。そして右の手根、この手のひらのところを押す。上に押す。そうです、そうです、そうです。あ、なんかすごい上下に伸びる。そう、引っ張られてる感じですね。はい、イメージはもちろんふくらはぎ伸びたりもするんですが、この骨盤と肋骨が離れるイメージです。確かに。そうです、こことここが離れる。あ、忘れないようにしてください、呼吸を。あ、あ、はい、気持ちよく呼吸しましょう。伸びてる。しっかりと伸ばしていきます。はい、脱力しましょう。そしたら反対もいきたいと思います。あ、脱力した瞬間のこの気持ちよさ、はい、たまりませんね。そうなんです、やった人しかわからないのでぜひやりましょう。はい、素晴らしい感想です。左手をアップしましょう。はい、はい、左手アップしたら手根が上になるようにしたいので小指が下ですね。はい、そこから左のかかとをしっかりと踏む。踏む。そうです。そして左の手をまた上にグッと押す。そうです、肋骨と骨盤が離れるイメージを持ちましょう。そしてしっかり呼吸します。そうです、そうです。押す、押す、押す、踏む、踏む、踏む。そうです、そうです。呼吸。そうです、呼吸大事です。あと少し。はい、脱力しましょう。骨の位置がすごく良くなるので、当然内臓の位置も良くなるわけですね。はいはいはい、でこのまま眠ることができたら疲労回復も早いです。でいい位置で、ね、過ごすこともできますので、皆さん普段からこちらの動きを取り入れていただけたら、睡眠の質も上がりますし、日常の姿勢も良くなるわけです。だって日常でどうしてもこう縮こまって丸まってしまいますよね。仰向けとっても楽ちんですし、ただ揺れるだけ、ですごく体も気持ちいいので、ぜひ普段から取り入れていただければ嬉しいです。通常の位置に戻って腰を変な風に使わない。そうです、そうです。あ、重要ですね。重要です。ゆこさんは LINE でも情報を発信しています。はい、LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、ピントレとお送りいただいた方に今回は30分の体の使い方の動画をプレゼントさせていただきます。全身使えるので、ぜひぜひ腰痛対策のためにも行ってみてください。ゆこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ピントレでした。とにかく伸びるんです。気持ちとしますか。そうなんです。そして伸びるから、なんかこう本当気持ちもリラックスするし、睡眠このままこの後に深い眠りにつきそうな、
そんな睡眠の質を上げてくれそうなストレッチですので皆さんもやってみてください。ピントレでした。